唯一王、ブースターと旅に出てから、育成層。育英、育田の激闘を経て。ブースターは歴戦の王と呼ぶにふさわしい、獅子へと成長した。その最中、満を持して挑んだ、ポケモンリーグ。つわもの揃いの四天王を投げ払い、いよいよ最終決戦。チャンピオンエンテイとの対決。エンテイの手持ち、五匹を打ち倒し。最後の相手は、宿敵、シャワーズ。この長い旅の、正真正銘、最後の戦いとなるポケモンは、くしくも同じ EV の進化系。不利なタイプ相性に加え、強力な技、ハイドロポンプを持つシャワーズに、果敢に挑んだブースター。しかし、人立ち浴びせたものの、シャワーズのハイドロポンプ、一撃で沈められてしまった。果たしてこの戦い、いかにして勝ったものか、ともゆは頭を抱えていた。勝機はまだありますね。あの時、シャワーズに打った技は、捨て身タックル。つまり、反動ダメージがあったわけです。だから、反動のないのしかかりで攻めれば、あるいは、与えるダメージはネックですね。捨て身タックルでも、2発で倒せるか怪しいところだったので、のしかかりではおそらく3回の攻撃を要されます。したがって、のしかかりで攻め、回復しつつ、相手のハイドロポンプをかわす。これが残された勝機ではないのかと、そう思いますね。問題は、外すまでに急所にもらわないこと。そして、最終戦でどれだけ回復アイテムを残せるか。ここが難関になると思いますね。ともゆが提示したシャワーズ攻略法は、あくまでも運ゲーに持ち込むこと。シャワーズ戦までに倒すポケモンの数は、なんと25体。その25体の中に、運要素が絡む戦いがいくつもあるのだ。それらをかいくぐり、最後の最後でやはり、運。これがどれだけの難関であるか、おそらく最も理解しているのは、ともゆ本人だろう。しかし、彼とブースターは、挑み続けた。行くぜ、ブースター。しかし、忘れてはいけない。彼らの目指す道中に待ち構えるのは、トップクラスのトレーナー集団、四天王だということを。初めてチャンピオンに挑戦できたのが、5回目のチャレンジ。そこで多大な挫折を味わい、リベンジを掲げ、再び戦ったが、次にチャンピオン戦に到達できたのは、なんと25回目。25回のチャレンジで、たったの2回である。しかも、2回目のチャンピオン戦は、初手のサンドパン相手に、大文字を2回外し、相手の自身に初で倒されると、門前払いされてしまった。この時はさすがに天を仰ぎましたね。せっかくチャンピオン戦まで来てこれですからね。良くない兆しなのかなぁと。しかしともゆは諦めず、挑戦を続けた。そして、34回目の挑戦。シャワーズ前のレアコイル。こいつを無償で突破するには、嫌な音が来るまで粘るしかないけど。全然嫌な音をしてこない。電磁波で麻痺して、回復しても立て続けに電磁波。なんでも直し読み電磁波は強すぎるって。このままでは埒が明かない。残るなんでも直しはあと一つ。これが切れれば、あとは回復の薬を使うしか。なんなんだよもう。理不尽な AI め。この大事なチャンスでガイアスプレートは、切り捨ててくれるわ。おい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 。冷静さが書かれてしまうじゃないか。ここは回復すべきだった。この HP じゃ、シャワーズのハイドロポンプは受けきれない。初手で回復して、ハイドロポンプが外れるまで待つしかないか。ここは回復の薬で状態異常も回復。よしよし、これでプラマイゼロだ。あれ、なんで先制されたんだろう。HP 満タンなら、
さすがに耐えられるはず。なんと、驚異の159ダメージ。そしてこちらののしかかりは、やはり確定3発な模様。しかしあと1回、あと1回ハイドロポンプを回避できれば、勝利がつかめる。回復はあと17回できる。それまでに、頼む。頼むから、急所だけは、急所だけはやめてくれ。やめてくれー。現実は非情である。非情であるとともに、残酷であった。次にチャンピオン戦まで持ち込めたのが、なんと続く35戦目。初めてとなる連続でのチャンピオン戦。とも湯は感じていた。勝利の流れを。これまでにない気持ちの強さで挑む、とも湯とブースター。きっちりシャワーズ戦まで持ち込むも。結果は、6ターンに及ぶ回復も虚しく、6発目のハイドロポンプが急所に被弾。敗北となった。息巻き、粘っただけに、この敗北が与えたダメージは大きかった。しかし、終わらない。終われないのだ。幾重に、幾多に敗れようと、二人が行くわ、チャンピオン街道。これまでの旅路を、苦労を、勝利以外の何でねぎらえようか。もう少し、頑張るぜ、ブースター。ブースターの返事を、しかと聞き入れ、二人は進んだ。その道中は、まさに敗戦の歴史。彼らは、負けに負け続けた。最も敗北を喫したのが、カンナのラプラス。この急所ハイドロポンプに、何度も唇を噛みしめた。最終的に、このラプラスだけで11回唇を噛みしめることになった。ついで障壁となったのは、渡るのギャラドス。ラプラスよりも高い素早さ、すなわち高い急所率を持って、やはりハイドロポンプでブースターを沈めた。その数、7回であった。その次にブースターを足止めしたのが、意外にも呪言。バブル光線により、3分の1の確率で素早さが下がると、パルシェンやラプラスへの勝率がかなり下がり、実質的な敗北を意味するのだ。そう、こちらが急所に当てない限り、必ずこの技を受けるため、常に3分の1の確率で敗北するという関門なのだ。実に6回、ここで足止めされた。他にも、素早さの高い、キクコのゲンガー、ワタルのプテラからの急所攻撃。稀にある。渡るの海流の急所攻撃と、二人は、常に運が付きまとう戦いを続けた。続けに続け、負けに負け。そして迎えた、39戦目。お前と戦うのも5回目か、炎帝。そろそろ終わらせてやるよ。いい加減、こんな狭くて殺風景な部屋も飽きただろうよ。さあ、そろそろ勝とうぜ、ブースター。サンドパンは大文字を外さなければ問題ないです。当たりさえすれば確定一発です。よし、まずは一匹目。風鈴には先制され、急所率も高いので、ダメージとしてミタックルの反動で落ちかねません。ここはのしかかりで。混乱は美味しくない。よし、偉いぞ。倒しきれなかったか。とりあえず回復。サイコキネシスじゃなくてサイケ光線を打ってきますね。ここで決めたいところ。ここでサイコキネシス。
さあ、動いてくれ。よし、いいぞブースター。2匹目突破。マッシーは火炎放射は確定だえ。なんと大文字も乱数で耐えます。混乱は解けたけど外れましたか。まあ、次当てれば問題ないですね。おお、今回は耐えてきましたか。でも火傷で死にますね。玉投げは物理技なので、火傷でダメージはかなり抑えられます。3匹目も突破。次は球根。こちらの攻撃は確定だえ。怪しい光もあると、面倒な相手です。ここでまた混乱。混乱は最悪運次第で動けるのでまだ良いです。ここで自傷。しかしまだ許される場面です。よし、混乱が解けました。いつもレアコイル戦でシャワーズの準備をしていましたが、球根も尻尾を振るなど起点ポイントがあります。電光石火のダメージなら、シャワーズのハイドロポンプと込みで受け切れるはずなので、今回は球根を起点にします。ということで、火炎放射で球根が確実に倒せる HP まで削ります。ここで来ました、尻尾を振る。ランク補正がかかるので、バッジの累積効果で素早さが上がり、球根を抜けます。運よく混乱も解けました。こうなれば、レアコイルは大文字で倒しに行きます。倒しきれませんでしたが、相手は嫌な音。実質無傷でレアコイルを突破です。よし、最高の形でシャワーズ戦です。さあ、最後だ、ブースター。決めるぞ。くらえー。急所、ここに来て引いてくれました。これで、ハイドロポンプを耐えられれば。頼む、ここだけは、ここだけは耐えてくれ。長かった。ここまで。本当に長かった。激戦だった。それもこれで。これで最後だ。じゃあな。遠征、シャワーズ。強かったぜ。お前たち。いい戦いだった。最後にふさわしい。いい戦いだった。ずっと聞きたかった。このファンファーレを。やっと聞けたな、ブースター。チャンピオン。そう。やっとチャンピオンに、旅のゴールに、到達したのか。もう、戦いはこれで終わりです。言うことを聞かなかった、あの時も。初めてバッジの効果で言うことを聞いた、あの時も。何度も何度も挑んだ、強敵との戦いも。本当に、いろんなバトルをしてきたけれど、そうか、もう、味わえないのか。そういう、ことか。仕方がない、ですね。何事も、いずれは終わるから、仕方がない。しかし、目的を達したのに、長い時間をかけて、ここまで来たのですが、ものすごく、寂しい気持ちがするのは、何なのでしょうか。
でも、とりあえず、今は、喜ぼうか、ブースター。そう、勝利をもって、ねぎらう。今は、その時間にしよう。とりあえず、今のうちに言っておこう。ありがとう、ブースター。本当に、本当に、今まで、ありがとう。なあ、ブースター。これから、どうするかな。そうだな。向かうなら、西がいいな。